ロン。ありがとうね。ありがとうね。親ロン。トイトイ。ごめんね。ごめんね。ごめんね。ナイス。ナイス。オッケー、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 オッケー。オッケー、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 オッケー。うわ。ラメールさん。ナイス。ありがとうね。ありがとうね。ペンギンさん。にくいね、わらわら。にくいね。いいね。いいね。ゆずちゃん親か。ゆずちゃん親か。いとしさん。よしみんな、長身をやれ。ゆずちゃん親か。ゆずちゃん。ゆずちゃん、ちょっと。どうやって。どうやって潰していこうかな、ゆずちゃん。これでプロフィール見れるか。これプロフィール、あ、プロフィール見れるか。アネマン、バイマン、アネマン。ゆずちゃんが友人戦で役満で上がったんだよね。できた。え、捨ててないね、誰も。シャから捨てる。ゆずちゃんが役満、あ、役満来た。え、これ何、これ何役満。あ、大数詞。あ、じゃあ小数詞か。小数詞で上がったんだ。いや、地位は選挙。ゆき、ゆき。リトシさん、ゆずの指標の数値やばくね。え、あんま指標見てなかった。役満だ。数アンコウか。リトシさん、役が3つあった。え、103つ？え、何それ。嘘でしょ、ゆずちゃん。そんな強いの、ゆずちゃん。俺舐めてたかもしれん。え、うん、1位3位1位1位1位。このマーク何、役満で上がったの、これ何。嘘でしょ、ゆずちゃん。何してんの、ゆずちゃん。え、リトシさん、尖りすぎだろ、わらわら。尖りすぎだよね。え、ゆずちゃんそんな感じなの。うん、ユキがハテナハテナって言ってる。いや、俺待つよ、のんびり待つよ。ゆずちゃん、いっぱい悩んでいいよ。先輩として、先輩として俺ちゃんと見てるから。スーピーはいらない。リトシさん、尖りの先輩として長身が見せないと。俺なんも尖ってねえからな。俺なんも尖ってねえからな。舐めるなよ。いやもういらないか。なんも尖ってねえぞ。よしよしよし。あれ、通知来てる。あ、あかねちゃんか。ありがとうね、リツイート。スカイさん、スクリーダミングさん、やっほい。スカイさん、やっほい。どっちもどっちなんだよな。3色狙うんだったら一旦これ頭にするか。3色系は出しとくか。スカイさん、麻雀すんのかね。麻雀で今のんびりしてますよ。感想戦やってみる、後でのんびり。感想戦ありかな。試しに感想戦やってみるか。1配信1曲のみっていうのもありかもしんないからね。あそこでイーソー弾くんだ。イーソー、いや、いらないよな。どう考えてもいらないよな。うん。未だにまともな、俺、麻雀打ててないんだけど。俺さ、全然さ、トップとかそういうのとは程遠いけどさ。全然いいのに、もうさっきの3色同行、で3色、他の人のさ揃いを全部なんか壁として立ってる状態で、ドラさん熱かったな、さっきのやつ、さっきのやつ熱かったな、マジで。いや、チーはせんけどさ、さっきのやつ熱かったな。上がっといた方が良かったのかな。
上がれたっけ、さっきのやつ上がれたよな多分。うん、いやまあだけどな。うん、イカシさん上がれてたら3倍マンくらいも見えてたからな。そんなに見えてた。ちょっと赤部引くこと考えてちょっとパワーワン捨てたいな。パワーワン捨てるか。パワーワン捨てよ。3色消そう。どっちみち赤部引いてドラ1枚あるし、でロピン引いたら9ピン捨てるじゃん。イカシさん、うん、赤子 S さっき引いてたら3アンコウもついて3倍マンだった。いちごさん、あ、そうなの、こんばんは。あ、いちごちゃんこんばんは。今ジャン玉ですよ。で、これ終わったら感想戦やろうかなっていう話はしてて、話はしててっていうか勝手に話をしてるんだけど、いちごさん、うん、ジャン玉だ。そう、ジャン玉よ、いちごちゃん。どうよ、いいでしょ。よくねえけど、ローアン、ローアン、どうしよう、これ俺これ邪魔なんだよね。ピン風がいけそうな気するからさ、イーソー捨てるか。え、まださ瞬津の目はあるからさ、うん、でローピン引いてキューピン捨てたらピン風の毛はあるからさ。イライラしてる、イライラしてる、イライラしてる。ホタテ落ち着けよ、ホタテ落ち、なんでリーチしてんの、ユキ、ユキなんでリーチしてんの。え、その流れ違うだろお前、マジで何してんの。ちょっとどうしようかな。これ中袋でしょ、これだよね、捨てるんだったら。いちごさん、今日やっとあやいちなったから違うことで遊びたいって思ってたんよね。あ、そうなの。ジャン玉いいよね。麻雀覚えると結構いいよね。梅原も麻雀やってるからね。おい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 、来るのか、来るのか、ウーローチーの3色来るのか。ウーローチー、ウーローチー、はい、これローピン引け、ローピン引くよ、スキップローピン。あ、リパシさん、どんだけ3色狙うんだよ、わら。もう3色狙えって言ってるもん、これ3色本当にチーパーキュードさ、3色さ外したはずだのにウーローチーが来る。ウーピン、嘘でしょ、さっきの3ピン。いや、あ、まあ、先に安排してとくか。あ、来たよ、もう来ちゃうわ。自然と引いちゃうんだよね、自然と引いちゃう。うん、ペンギンさん、うん、この曲落ち着く。え、ペンギンさん結構ジャンタマしてんの、泣いてるわ。え、泣いてる、何があった、何があった、落ち着け、ホタテ落ち着け。俺捨て牌とか全く見てないからね。ペンギンさん全く、わら、全くやってないの。あー、もう初見でこの曲聴いて落ち着くんだ。いや、ここでウーは捨てれない、いや、ここでウーは捨てない。後ろ、後ろカーテンです。ちょっと前に、前の方ちょっと危険です。うち、リア、リアそうか。ここでウー、ここでゴーは捨てれない。ちょ、麻雀詳しくない方いますかね、解説しますけどね。いや、ポン、いやー、そろそろポンして、あー、テンパイまで持ってきたいけど、いっか、1000点だしね。いちごさん、前危険って、わらわら。いや、捨てれないよ、これは。いやー、何が安全なんだろう。ちょっと待って、何が安全だろう、これ。あ、これか、ローワンか。ノーテンだわ。なんだよ、ビタテいっぱいしてるじゃねえかよ。数値、数値 EP 危なかったね。サブロー、リパシさん、わらわら、ビタ結構取ってんだよ。こわ、こわ。あー、ハイパイよくねえな、これ悪くねえな。リパシさん、長身の出費が痛い、クス長身病気ね。だけど俺まだいけるよ。もうこれポンして、ゆずちゃんの親流して、さっさと俺の親にしてもらって、俺の親にしてもろて、あ、さっさと俺の親になるか。トイトイファンパイで3班で上がりたいな、できれば。トイトイファンパイ、それでいいや、もうそれだけでいいや、トイトイファンパイ。コインツ目指しとく、今のうち。ちょっとコインツ系出しとくか。バンズそれとくか。うん、
ローピン、ローピン来たね。ウーロン茶。これどうした方がいい？本位付け出さなくていいんだったらリャンワン捨てたよね。だけど赤を引いちゃったからな。捨てるか、リャンワン。いちごさん、2万だよね。リャンワンだもんね。そうだね。これ捨てていいもんね。2万って言ったりリャンワンって言ったりする人いて、麻雀って本当面白いよね。いろんな人呼び方いてね。いとしさん、長見大好き白種を狙おう。うん、俺タイヤってタグ一度も使ってねえからな今日。食いたんなしのタイヤしか使ってないから。どうした？ホタテどうした？めっちゃ手いいのかな。こんなに悩むってことは手がいいのかな。リアピン捨ててる。はいポーン。お前の親ねえから。よしオッケー。よしチュン誰も捨ててないんだよね。安心。グッドチェあんたよ、そういう煽りがお前煽るんじゃねえぞ、俺のこと。よし、いちごさん、チューンいらん。チューンいらんと思うでしょ。いちごちゃん、俺引くのよ。チューンを引くのよ。ちょっと今チューン捨てるけど、ちょっと流れ的に今チューン捨てるけど、ちょっとチューン引けなくなしかも揃っちゃったから、あのチューン捨てるけど今ちょっと待ってよ。いとしさん、おい、わら。バーチャンは一曲ごとに、一曲っていうか一そばごとに状況変わるから、状況変わるから、全然前言撤回はあるよ、前言撤回はあるよ。よし、伸びりまと。いとしさん、中ちゃんと一緒に上がるって約束したのに裏切るのか。裏切らない、裏切らない、裏切る気は全くない。今のチーしてもよかったんじゃない？あれ？今のチーしてもよかったな。あーチーすりゃよかったな。どっちみち吐くだけで上がるつもりだったらチーすりゃよかったな。わらわら。もう一回来たらチーするか。スーワンとかもどうせ捨てるでしょこっちね。だってイーワン捨ててるもん。スーワン捨てるね。スーワン捨てるから、スーワン捨てたらチーして、リトシさん、ここで中引き戻すよ多分。いや大丈夫、俺の人生裏目にならないと思う。そんなことない。ゆずちゃんめっちゃ悩んでる。これ無理よ、これ。いきなり中捨てるの。ポンしてえな。だったらポンすりゃいいか、ポンすりゃいいか。そうだね、ポンしてウーワン通して、ウーワン通して、ウーワンは通る。ポンです。大丈夫、ウーワンは通る。ウーワンは通る、大丈夫大丈夫。今までの俺今日運がいい方だと思う。ウーワンは通る、大丈夫。なんだよ、ふざけんなよマジで。なんだよ KO じゃねえよ、なんだよ変なアイコン使うんじゃねえよ。いとしさん、ちょわらわら。してよ。うわ無理だったか。ぬぴどぶどさん、わらわら。いちごさん、わらわら。いとしさん、死ぬ、わらわら。ゆずさん、かくさん、ぐさ。うわ無理だったか。1曲待てばよかったから。どっち結果的に、リトシさん、あからさまに危険パイすぎて笑う。わらわら。悔しいな。結果的に俺の親だわ、結果的に俺の親よ。しかもチュンも揃ってる。あもうダメだ、あもうこれ来たわ、来たわマジで。お前ホタテマジでさ、グッドじゃねえよ。最下位になったんだけど一気に。ちょっとリトシさん、いやでも本位相当糸やるよ。あ本位あるか。泣くよだけど俺親だから泣くよ。ファイトじゃねえよ、ファイトじゃねえよ、煽るじゃねえよ。なんだこいつらマジで。ブイブイ声優に、声優に俺ちょっと大人の対応見せよう。じゃポンじゃねえよ。待ってチューン捨てろ、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 チューンポンで震え上がる。あドラ2枚ある。ええドラ2枚ある。えドイツバカ、ちょ待て待て、これドラ2枚ある。嘘でしょ、待てちょっと。ちょ待て待て、これグッドだわ、グッドだわ。ありがとうね、ありがとうね。一気に上機嫌だわ、俺の機嫌が打ち落ってんだわ。ちょっと待って、ちょっと待って、ドラ2枚だわ。ありがとうね、ゆずちゃん。俺このまま上がるから。統一バカ？これ来たか？来たかこれ？これは長見上がれないと引退に追い込まれるぞ。引退になるのこれ？
え、ガチの問い詰まだからね、みんな。ガチの問い詰まだからね。来た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 。これポンするか悩むよね。ポンしない方がいいのかな、ここまで来たら。いや、もうちょだけどポンしてんだよね、もう。チートイツ狙う。だけどホタテがさ、ポンしてんだよ。あ、だけどこれオタフか。のんびり待った方がいいのかな。早めに上がりそうな気がする、このホタテがポンしてて。安手で上がりそう、このハツのみとかさ、リーチのみとか。安手で上がって親流しそう。だって次ホタテじゃん。あ、チュー、はい、チューポン、はい、ポンです、はい、ポン。ちょっと迷わなかったわ、今ポンしたわ、ごめん、ポンしたわ。リパシさん、うん、長身は安い手で上がるんか。上がる、安い手で上がる。だってドラ2枚あるもん。もう今3班ついたもん。3班ついて、3班ついてトイトイで上がったらさ、ご飯じゃん、ご飯。なんで満貫じゃん、満貫、満貫、満貫でいいじゃん。ナイトボットさんが何かを言っています。いいじゃん、ありがとうね。それでいいか。それでいいでしょ、俺親よ、親よ、いちごちゃん、俺親よ。リパシさん、バイマン狙わないのはにゃ。俺親よ。次回狙えばいいじゃん、次回。初捨てる。いやー、ほっとこうから。中本一トイトイドラさん、ほら、中本一トイトイドラさん、熱いじゃん。あ、本一、え、4万は捨てないよ。あ、ちょっと待って、何言ってんの、ラベルさん。だって、あの、しれっとコメントで俺の手を崩すのやめてもらっていいか。ちょっと待って、しれっと俺の手出ちゃった。リパシさん、え、派手版とか狙わないから、満貫で十分でしょ、満貫で十分でしょ。どう考えてバックで十分でしょ。ラベルさん、俺の手を崩すのやめてもらっていいか、コメントで。はい、自然と揃っちゃうんだな。これでポンしたら俺この4万捨てるわね。4万捨てるわ。いちごさん、大きく行こうぜ。大きく行くわ。ポンして4万、ポンして4万、はい、でロン終わり。リパシさん、ほらそういうことよ、ほら。それでほら、ドラメルさんが言ってるチューン本一ドラドラになるじゃん。クッキッ、やっぱ持っとけばよかったんだよ、初。マジでさ、すぐさ、すぐ裏切る。人間は裏切るもんなのよ、本当に。ダメよ、裏切れない人間と一生連れ添わないとダメなのよ、うん。いちごさん、うん、初吐くでしょ。いちごちゃん、ツッコミ細けえな。細かくないか、全然違う吐いか。そう、吐くです、初って言ったから。初、勇気悩んでるわ。ポンさせてよ。まあ、これ地獄待ちはさすがにせんわな。地獄待ちっていうか、まあ、地獄待ちも何もないか。俺4枚目か。ポンしろ、ポンしろ、ロー、ちょ、初ちょっとさー、ゆずさんよ。ペンギンさん、わらわら、しびれるな。全然いいってこないわ。いいってこないじゃん、上がれねえわ俺。いちごさん、上がった人が勝ちなんよ。上がった人が勝ちだよな。ナイス、本当に。なんだよ、このボードゲームはよ、本当に。麻雀の歴史ってどれくらいなの。いやいや、千年とか行くのかな。中国で流行ってたっていうか、中国発祥でしょ。どこなんのかね。長身が上がって許されると思っているのか。俺今日上がったっけ、上がったか、この曲上がったっけ、この曲上がった。うん、ローピン、なんかいらない範囲、うん、です。ドラ捨ててるわ、いきなり。トイトイ2班で上がってる、なんやそれ。トイトイ2班、トイトイダミだろ、俺上がったろ。終わってるわ。いや、親、トップの人が親よ。これ100万出すしかねえな。中連ポートかな、中連ポートか。今から狙える100万って何、中連ポートしかないな。とりあえずマンズだけ引くか。ピンズ引いたけど、うん、とりあえずマンズ引いて、ダメだな、2アウト。ポンニ
役番で上がるしかないから、トップ狙うんだったら。いやーもう俺親ないからな。だけど一番いいか、満貫でトップいけるか。満貫2回上がればトップいけるか。満貫縛りって考えれば、リカシさん、バチクソてよくて笑う。これていいの？あんまいいか。え、リーチ？え、嘘でしょ。ちょっと待って、ホタテ、ホタテをさすがにそれはダメよ。ソロリーチはモラルないよ。待って、ドラボ来たわ。ヤオチューハイ捨ててないんだよね。クスクスしてんじゃねえよ、クスクスしてんじゃねえよ。待って、どうしようかな。イーピン捨てたいんだよね。ヤオチューハイ捨ててないのが気になるけどな。あ、捨ててるわ。急走いけるかじゃあ。リカシさん、コピー引けばピンフ3式確定タニャオまで見える。あ、ほんとだ。刺し子、刺し子、刺し子で、これ、リャンソー俺頭にしたい。リャンソー頭にしたいな。いや、カンちゃん待ちはなしだよな。カンちゃん待ちはなしだね。あ、待って、無意識に捨てた。待って、リーチしてる。危ない危ない。あ、そうそうそう、リーチしてる。大丈夫大丈夫。ちょっとちゃんと意識しよう。リーチしてる。だけど、もう捨て牌読めないんだよな。ピンズ捨て、嘘だろ。どうしよう。しごろ。しごろ。くぅ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 。ここ、ここ捨てかな。ピンズ、ピン、マンズが安牌っぽいんだよね。マンズが全般的には安牌っぽい。そうだよね。マンズ安牌だよね。安牌安牌安牌。マンズ絶対安牌。マンズは全部安牌だと思う。マンズは全部安牌。よし、オッケー。マンズは安牌だから234、マンズは安牌だって。で234でウーローだから燃えてるわ。もう待ちびえたから、本当に待ちびえたから。ピンズでしょ。ねえ、ここで引いてく。もうこんなん全然恐れないから。こんなのもうじゃれ合いだから、本当に本当に砂場で遊んでちょっと山崩された程度だから。こんなん全然もうロー。あ、ピンズ待ちだったわ。ガチのピン、あ、予期最下位だった。予期最順位上がった。順位上がった。これだからやめらんね。自然と2位になっちゃったわ。自然と2位になっちゃったわ。くぅくぅくぅ。うわ、気持ちいい。気持ちいいな。ゆずさんがびっくりしてる。ゆずちゃん、ゆずちゃんだからブービーよ、ブービーよ。いいよ、このまま順位を維持しようよ、ほんとに。まあ、できれば役場狙いたいけどさ。ペースてんのね。うん、リャンピン引いて。おう、3色は狙えないけどさ。うん、まあまあまあ、いい感じなんじゃない。この調子でいい感じなんじゃない。本当に、うん、もう2位でしょ俺。まあギリギリだけどね、かなりの僅差だけどね。まあ2位にはなってるから。え、あれ、サブローで、俺サブローで1通、サブローで1通だ。え、いつの間にサブロー1通か。ちょっとリカシさん、長見ハイパイよすぎん。そんないんか。あんまり俺これ結構悪いハイパイだと思うけどね。うん、カン、あかん、ナイスカン。俺まだ泣いてない。初カン。自敗のカンってあんまり見ないよね。え、ドラ増えたんだけど。ドラ増えたんだけど。これチーしづらいだ。ピン、ラメールさん、これだけハイパイよくてここまでの上がりはトイトイ2000点。リカシさん、そうだろ、エンターテイナーよきさん。え、ラメールさんから見てもハイパイいいの俺。嘘でしょ。トイトイ。え、そんな俺捨て方悪い、ハイ効率そんなに悪い俺。嘘でしょ、ハイ効率俺そんなに悪いの。
ーこれちょっと裏ドラ期待したいな。泣きたくねえな。だけどサブローピン捨てられたらチーしたいな。いや引けるか。ハイパーインデたらツムムもいいはずよね。泣くのやめるか。リパシさん、長見は天敗までで運使い切っちゃうタイプか。そんなタイプいる？そんなタイプいる？ドラさんよ今。ドラさんよ。ピンフ乗ったらリーチも自然に乗るからさ、それだけで満貫よ。ピンフ乗せるだけでも満貫よ。満貫確定よほぼほぼ。しかも今ピンフ系強いからね。一通乗ったらもう見えないよ。もうそこが見えないよ。ベルさん、最高率の悪さを有り余る引きの強さでカバーしつつも一歩足りないイメージ。そうだろ、そうだろベルさん。俺そんなひどい？リパシさん、さすがカンちゃんマチピンフ。そんなにひどいよ俺。キュチュンツマチにする。ダメールさん、ベルさん的確、わら。的確だろ。いや、ここは自分の引きを信じよう。スーピン捨てよう。よし。ちょっと、あの、リャン一通。一通のリャンを狙う。リャン一通。一通リャン。だから、あ、だけどこっち捨ててるわ。まあいいや。イース。自分の引き信じよう。サブローピン引けばいいんでしょ。だけどさ、こんなにさ引けるからさ、サブローピン引けそうな気しない？え、これ何待ち今。あ、誰かポンしようか悩んでんの。誰捨てたの？誰今。はい、捨てたの誰？こっちか。チーピンか。チーピンで悩んでんのか。泣いてる泣いてる。落ち着け落ち着け。チーピンで悩んでんのか。あー、悩んでた悩んでた。ソーズは掃除ていらないんだよね。サブローピンだけど逆転するんだったらサブローピン引くしかないのか。サブロー引いて捨てるのは捨てる残り2枚捨てるのは9-1-9-1-1かで3万待ちかだよね、多分。だから引くしかないね。一通で1半下がるのもちょっと痛いよね。できればサブローピンだね。それか、あ、わかんねえわ。うん、高めじゃなかったら。オッケーオッケー。リパシさん、わらわら。これ2位狙ってくしかないわ。2位狙ってくしかないわ。トップとの手差が23,000。ハネマン。ハネマンツモでもダメか。いや、ハネマンツモでいけるの。ポン。あ、ハネマンツモでもいかないか。バイマンツモでいけるけど、ハネマンはローンしないといけないのか。ハネマンが6でしょ、バイマンが7だから、あー難しい。リパシさん、ハネマン直撃でいこう。ハネマン直撃しかないのか。逆転はハネマン直撃かバイマンツモだね。バイマンか7半。ヨキがもう上がろうとしてる。上がろうとしてるんだけど、この親。ちょっと待って、いったちょっと、やっと順回ってきたけど、これ自敗はいらないよね。自敗は邪魔だよね。もうハネマンバイマン狙うんだったら自敗はいらないよね。いや、いやちょっと、いやもうちょっとファンパイの方に切り替えよう。いやー、ハネマン直撃めずか。え、嘘でしょ。え、何してんの。怖いんだ。リパシさん、ほんまにこれハネマン狙える？狙えない。
出ない出ない、もう全然ハイパイ悪いもん、聞くしかないよ。いや泣くことは許されないって、いや泣くことはダメよ、泣いては絶対ダメ、泣くのだけはダメ。いやー自敗自敗な、これ大三元とか絶対ないしな、一旦入れるか。竜イーソーって狙える？竜イーソーってこれウーあっちゃダメだよね、これ赤だもんね。竜イーソー狙えるか、こっから竜イーソーって狙えるのか、竜イーソーいけるのか。いや見えてないもんな、見えてるのこの3枚だけだもんな。ウーあっちゃいけないよね確か、竜イーソーって。竜イーソー役一覧ってどこだっけ、役一覧見れない、あ役所一覧、役満竜イーソー、竜イーソー、竜イーソー、あった、リュウイソ。寝言は寝てから言ってください。リュウイソ。クスナダミ病気。リパシさん。そうだね。有効杯6連続くらい引ければいける。有効杯。リュウイソ、これだね。リャン、サン、スー、ロー、パーと、ハツだけです。え？とりあえず赤がなければいいんだよね。緑だよね。あ、チュン引いたわ。うん。リュウイソいける。え、これ、イーソーもありだよね、リュウイソは。ちょっとさっきの説明おかしいよね、役所一覧。リパシさん、23468発やね。2423468発。あ、そうなの？これ、言いそうなしなんで、リーチしてるけど、嘘でしょ。え、なんでリーチしてんの？ゆずちゃん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 ？ソロリーチやめろよ。じゃあ、グッドじゃねえから。グッドじゃねえから、マジで。QP はなしか、さすがに。なんでリーチしてんの、ゆずちゃん。ゆずちゃん、ドブでしょ。おとなしくしてろよ、ゆずちゃん。あリーチ、いや、ドラ増えたわ。大体カウンされるとドラ増えるよね。え、どうしよう。あいや、あいや。ちょっとどうしよう。ウーピン捨てるか、今。いや、もう今、ウーピン捨てなしだわ。圧捨てるか。まあ、安牌だしな。ああどうしよう、うん、2位にはなれるんだよ、どんな手でも上がれば2位にはなれるんだよ。4500、そうだね、どんな手でも上がれば2位にはなれるんだよ、もうこの状態からは。チーピンか、チーピン捨て怖いな、あげ捨てるしかないか、上目指したいもん。ヨキが上がりそう、あーヨキ上がりそうだな、悩んでんの。あトン持ってたのか。う2枚捨てる、上がりローアも怖いからな、捨てるの。なんでちょっと待って、ちょナイスナイスゆずちゃんラメールさん、ナイスグッドゲーム、ゆず三角さん、やったー。リパシさん、ナイスゆずちゃん、ゆずちゃん、笑える、わらわら、ゆずちゃん、ナイス中身さん、どっちかですか、ゆずちゃん、くすなだみぶさ、リパシさん、長見、引退です、ブエンジさん、おいすおいすよきゼット4さん、ナイスおいすこれ履歴見るのどこだっけ、あれ履歴見ようよ、履歴今の感染かな。ゆず三角さん、初めて上がったんだぞこの曲初めて上がったの。リパシさん、配布だね、わら、配布参加します、配布、あこれか、友人戦。よきゼット4さん、スペクトラム、ベルさん、配布で見れます、シェアってやると、あーこれで今の試合か、うん、これコピーってどうやんの、あこれか、うん、はい今の試合のシェアですね、こちら載せときますか、うん、サトルさん URL で詳細で見れるか、あ参加しますベンジが、
いやー、これ見ますか。オートで流すのどうやんの。こうか。いやー、みんな感想戦あれば言ってください。長見は結局2000点しか上がってないんですね。2000点しか上がってないよ。あ、ゆずちゃんめっちゃハイパイいいじゃん。あ、ゆきもなかなか良さげに見えない。ホタテは美味しいよさん、うん、参加ありがとうございました。楽しかったです。え、楽しかった、ありがとうで。めちゃめちゃで、俺途中でさ、いいハイパイあったのよ。よきさん、うん、再生スピード少し上げるといいかもですね。再生スピードどこで上げるんだ。全然引かなくて転配もできなかった、わらわら。再生スピードどうやって上げるんだ、こっちか。ゆず三角さん、ホタテさんとよきさんが早すぎる、わら。ゆずちゃん、なんで俺無視すんの。ゆずちゃんゆずちゃん、ちょっとゆずちゃん、あ、大丈夫、なんで俺無視すんの。ゆずちゃん、あ、ゆずちゃん、ここで初持ってたのか。2倍、俺も初持ってたからね。ナイス、初重なってるね。あれ、初重なってたわ。ゆず三角さん、うんうん、もちもちだった。もちもちだった、これもちもちっていうの。みんなのさ、捨て牌のんびり見れていいね。これ感想戦いいね。これさ、これ光ってるやつと光ってないやつがあるけど、これ何。え、なんかこれほら消えてるやつとかある。これ自分視点なのかな。4枚切れてるやつが光ってないのかな、よくわかんないね。これ結局誰が上がったんだろうね。いやー、いいね。あー、ゆき綺麗に揃えてるね。リーチ、ゆずちゃんも揃えてる。あ、リーチした。ああ、ウーパーピンか。ウーパーピン、あ、赤く光ってる。このウーピン危険だよって言ってる。あ、ゆきも持ってる。で、パーピンで、あ、E1 がこれで E1 ウーピン待ちか。脳天だわ。あー、なるほどね。はい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 、これな。あー、なるほどね。これいる？いるか。だけどさっきさ、俺トンの3曲かな、トンの3曲がめちゃめちゃハイパイ良かったんだよね。こっちはホタテさん、ホタテ普通だね、ハイパイ。ヨッキー、あ、ヨッキーチュー持ってるね。ブエンジさん、感染枠か。そうそう、今感染してる。あ、ヨッキー、あ、ベンジ参加するって言ってたか。2連続でドラさんくらい来たやつね。そうそうそう、ドラさん来てたね。ユズちゃんは、ユズちゃんも結構揃ってきてるね。俺ね、これなぜか泣いたんだよね。で、俺これなんで泣いたか自分でもわからないって言ってて、もうしょうがないよねっつって、次行くかっつって、で、トイトイ狙うかって言ってたんだよね。ブエンジさん、久しぶりに参加するぜ。リパシさん、これほんま意味わからん、わらわら。ユズ三角さん、なんでボン下のハニャえ、ハニャ嘘でしょ、ユズちゃん、ユズちゃんマージョン始めたてでしょ。始めたてる人にも俺言われるの、意味不明だろ。さっきの試合さ、さっきの曲全く上がってないんだけど。俺もこれハック2枚あるだけでハイパイいいと思っちゃうんだよね。ここ縦めっちゃいいよね。あ、ドラ2枚持ってるよ、きドラ2。これベンジ待てるから、一通狙いそうじゃん。ユズちゃん、サブローパーワン待ちか。うん、よきさん、それ見ててください。ん、よきのところ注目なの。あ、すごい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 、めっちゃ揃ってるじゃん。え、これスーアンコいけるんじゃない。あ、スーアンコリーチ。ブエンジさん、ログインして待ってるわ。スーアンコリーチ、やば。リパシさん、エアバー、笑。これドラ関係ねえじゃん。スーアンコリーチしてる。え、待って、上がりハイ誰持ってる？上がりハイ誰持ってる？チー。あ、ゆずちゃん持ってるか、上がりハイ。ホタテは美味しいよさん。ふ。リパシさん、60でスーアンコリーチはエグい。ヨキさん、ふ。60。ヨキこんな悔しい思いしてたの？ホタテさん。ホタテも上がりそうだね。リアンシャン、リアンシャン、ユズ三角さん、怖すぎわらわら。ユズちゃんこれ、だけど、リアンワン捨てないよね、ユズちゃん。これさすがにこの流れで、
ゆず三角さん、僕と長身で止めてる。止めてるね。ほらこれこれ。ドラボドラドラ絡んでるからね。役場だけどね。俺これですごいウキウキワクワクしてたもん。ほら、俺もう上がれるんじゃねっつって。うん、いやー、スーアンコウか。ゆずさん、これ感じたら山に。あ、そうそうそう。これで三層が乗ったの。三層乗って、あ、で感したのか。あー、なるほどね。で俺引き入れて。ホタテも結構いい感じで揃ってたよね。みんな揃ってるね。チーンズもいけそうだよね、これ。リパシさん、四、うん、つ消えてるわらわら。ゆず三角さん、うん、この四ピンカンマジでわらわら。全部止めてる。あ、つぼしたわ。KO。そう。お、流れ呼べよって、俺ホタテに切れてたんだよね。ホタテに。リパシさん、アニメートルドラ表示、持ちかれ。お疲れ。ヨキさん、山に2万が。やばり。いやー、スーアンコウってやっぱ難しいね。ホタテは美味しいよさん、わらわら。ゆず三角さん、ドラかね、もう俺これ、ほら見て、俺ドラさんよ。ドラさんで見て、ほら、ウーを持ってんの、5。ゆず三角さん、うん、これは悔しいなー。俺ウー持ってるから、みんなね、揃えられないと思ったの。5を持ってるから。赤ウー持ってたのか、ゆずちゃん。ユキはユキちょっとハイパイ良くないよね、今ね。ここ、ホタテも、あ、ホタテ、イーペイーペイコでもないのか。あーね。俺これいけると思ったんだよ、本当に。リパシさん、うん、これ長身一回積もってたよな、わらわら。一回積もってた、一回積もってたけど、あの流れ来てるって言って上がらなかった。ほら見て、みんな見てよ、俺ほら、こここうよ、これ、ここがこうこうこうよ。これこんだけ揃ってるからさ、みんなさ揃えられないと思ってた、正直。これ誰も揃えられねえだろっつって、真ん中の牌俺が持ってるからさ。いやー、惜しいなー。結構揃ってんね。3、4、5、リャン、3、ローチ、チーパーキー。もうちょいな感じだね、ユキ。おたでさんはちょっと手が悪かったんだね、この曲。ほら来た、揃ってる。やばいでしょ、引いてくんだよね。あ、リーチして。感謝します。あー、ウーパー総待ちか。リパシさん、ここで上がり拒否、わらわら。そう、上がり拒否。わらわら。ウーパー待ちだったのか。そう、ここで、ここで。あ、間違った。ここだわ。そう。本当ひどいよね。まあ、いや、マジか。マジやばいよ。フリテンだったからね。捨てたかフリテンだったから。うん、リパシさん、やっぱロマンだね。ウェイ。やっぱロマンだろうかな。フリテンになるから切って、でポンすればいいんでしょっつって。ウーソーポンすればいいんでしょって言うけど、今思うとウーソーってもうないか。いや、山に1個あるか。イヨキはウーパー待ちでしょ。ウーパーパーパーソーパーソーもないのか。パーソー1枚だけ残ってるか。パーソーウーソー2枚しかないのか。脳天だわ。そうそう、こんな感じ。もう絶対上がれねえんだけど。あ、赤ウー持ってる。ハク持ってんね。ユキは、ユキめっちゃ揃ってるじゃん。これマンザね。リパシさん、 58S まあまあ山いたのか今。うん、そうそう、2枚いたね、合計で。ポンです。ハイパイ、ほらこの中でさ、ハイパイ悪いのって俺じゃない？みんなハイパイよく見えるけどね。やっぱそうよね。ああ、揃ってきてるわ。よき揃ってきてるね。ゆずちゃんも結構、あ、これ自敗ポンしまくったかいか。違うかな。ゆずちゃんがめっちゃ自敗ポンしてたよ。あ、リーチした。アクソ待ちか。ウエンジさん、うん、なんでランピンポンなの？わかんない、俺もよくわかってない。俺上手くないよ。だけどさ、俺、え、これリーチしたよね。あ、チートイツか。で、ウーピン待ちか。ホタテウーピン待ちなんだ。ウーピン難しくない？本位付けがすごい強いんだよね。だけど本位付じゃなかったんだね。ウーワン、なんで赤く光ってんの？ウーワン
グエンジさん、だったら急走しててタニアを聞くのに。うん、言うだけ無駄よ俺。俺大体無駄な麻雀しかしてないからね。いやー。ロン。唯一だといとい。俺この半チャで上がったのこのといといだび。リトシさん、長身のハイライトはここだけ。そうここだけ。俺が唯一上がったのといとい。とい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 リトシさん、マジ終わってるわ。悔しいか。マジ終わってるわ。ゆず三角さん、ゆずサバー、ゆずサバー。ブエンジさん、クソでやないか。笑。クソでだ。だって俺上がれないんだもん。どう頑張っても上がれないんだもん。ヌビドブドさん、持ちカレ。持ちカレありがとう。どう頑張っても上がれないんだもん、マジで。おなんでみんな上がれんの。ウーロイザーピアンス。てって。ナイトボットさんが何かを言っています。ね。ゆず三角さん、僕も最後まで一回も上がれんかった。そうだったの。ブエンジさん、泣くからでしょ。笑。マジで。ホタテさんさ、ドラ揃ってるけどさ、手悪そうだよね。最初の手。よっきこれにはエンティティも二度笑い。やめろ、俺。ゆずちゃん、俺それ煽りと思うからな。俺それ煽りって認識するからな。だからみんな手悪そうだね。リトシさん、あのイーピンポンから流れが変わったんだな。イーピンポンもな、もうね。うん。ホタテは美味しいよさん。本ハイパイ悪いです。ハイパイ悪いんだ。俺も悪いけどね。本当ハイパイいいって言われるけど、俺そんなハイパイ運は良くないけどね。わあ、みんな順調に手揃えてね。ゆずちゃんはなんでチリしたの？あ、3色か。3色、あ、3色も成立したのか。3色成立して、あ、リーチした。チーピン待ちか。うん。イーペイコーか。え、だけどスーピンもありだよね。あ、違うね。ウーロ。3面待ち？ブエンジさん、しょうがねえな、俺が長身の当たり牌捨ててあげるよ。本当か？スーピン何面待ちこれ？スーピンリーチ。チー、分かんねえわ、読めねえわ。リーチした。誰？ああホタテか。ホタテもこれ早すぎて読めないんだけど。あー揃った。あれ揃ってないの今。ノーテンだわ。チーピンか。チーピンプロ。これ最後のやつがさ、最後のやつがいけてないよな。本当に。うん。リトシさん、これで長身が唯一上がった2000を越し取られるという。俺いいこと何もないもんな。ゆず三角さん、わらわら。本当に下がる一方だからな。俺も周りのビーターがさ変化してくる、見るしかないからね。リトシさん、このマッチ何してたん。ゆず三角さん、ね、持ちカレ。一生懸命頑張ってんだよ俺だって。2000円ゲット。俺だって一生懸命頑張ってんだよ。ブヒなんかみんなハイパイ良くなさそうだね。俺も良くないしさ。ドラ持ってるのはゆずちゃん。これ赤か。アクポン。リトシさん、イーピンポンに一生懸命頑張ってる姿勢は感じられねえよ。笑。イーピンポンに。だってさ、ポンできると思ったらポンしちゃうんだもん。素人だからさ。うん。こっち。だけどみんななんか進み方悪くそうだ。あ、ブエンジさん、ここで発ポンしなくてよくね。ま、上がりたかったの、あのゆずちゃんをね、早く親流したかったのよ。自分の親にしたくて、で俺普通にローされてんだよね。意味わかんねえよな。普通にローされてんだよな。リトシさん、わらわら。普通に何もいいことだよ。これで一番最下位だったわ。最下位だったわ。ゆず三角さん、意味わかんねえわ。ヌピドブドさん、わらわら。もう最初のハイパイから行くか。ハイパイからこっから見ればいいんだよな。さっきの2000点どこ行ったん。ブエンジさん、やばすぎ、わら。2つハイパイはさ、でこの中でさ一番ハイパイいいのって誰？リトシさん、俺か。これだけ最強だと思った。あ、俺か。一番ハイパイいいの俺か。この曲はハイパイいいの俺か。そうだね、チューン揃っててドラ2枚あって。そうだね。あ、だけど問い詰まってる。
ウーピーの統一持ってるのってもうなんか流れわかるよね。あ、いいね。ゆずちゃん手いいね。ヨキはヨキスーピン1個か。うん、あんまりホタテとヨキあんまりハイパー良くなさそうだね。ハツ持ってるからなんとかって感じか。うん、うん、これは俺ハイパイはいいね。ポンしてシャーポンして、あ、そうそう、これをオタ風のさシャーをポンしたからさ、多分さホタテさ手がいい、手がいいかすぐ上がろうとしてるかみたいな話してたよね。でちょっとホタテ要注意じゃないっていう話はしてて、そうそう、ホタテは要注意だよこれっつって。あ、ドラ2枚引き入れてるよき、あぶね。で、しごろ揃ってて、あ、結構揃ってんね。で、俺チュンで、あの、さす、もうすぐ上がって親を継続したいっていう気持ちが強くて。リトシさん、これで長見が本位層から逃げようとしてたんだよね。クス長見病気、ホタテは美味しいよさん、初行為しか思ってなかったですこの最初の初でもずっとそうだったんだ。でも俺はさ、親だからさ、早く上がりたかったのよね。ブエンジさん、うん、すぐ白髪チュンで泣く長見泣くでしょ。ほらもう見てよ、もう統一馬かって言って、ほらもうこんなに揃ってんだよ。もう統一馬だよね。統一馬だけど唯一悔やむのは俺ポンしてんだよね。統一馬だと思うけどもう俺ポンしてんだよね。もうリーチされてるしさ。リーチ何、リーチ何待ち、チートイカ、う、これもうロンツ、ホタテ、ホタテ、ホタテ、ブエンジさん、チートイケや、わら、終わってるよな、もう全部が終わってるよな。あ、ホタテハイパイいいじゃん、ハイパイいいじゃん、ホタテ。リトシさん、長見ここまで特にいいとこなし、持ち疲れ疲れ、ホタテハイパイいいね。ヨキは、ヨキなんかハイパイ運悪いね、あんまパッとしない感じがするけどね。よく上がれるね、ヨキ。ゆずちゃん、ゆずちゃん、ホタテは美味しいよさん、もっと上目指せばよかったです、この時。あ、そうなの、さっき。ブエンジさん、いつ長見飛ぶの。ん、このメンバーで一番いいのホタテだね。俺飛ばないよ、俺飛ぶってことそんなないよ、たまにある程度だね飛ぶの、うん、一番ハイパーいいのホタテだね、この時は、この曲。うん、ヨキはツモ運がいいのかな、ハイパー良くないね。リトシさん、飛ぶときは豪快に飛ぶ長見、ウェイトンの、トンの曲で終わるよね。あ、ポンした。ユズちゃん、あ、やっぱチャンタか、チャンタ目指してんのか、チャンタだね。リトシさん、リチだ、これ長見も大概でいいぞ、わら。え、そうだろう、あ、わかんないね。リーチした、これ何待ち、シゴロ、う、う、う、あ、これか。ブエンジさん、長見の手良すぎ、パーソ、え、俺の手いいの、絶対嘘でしょ、無駄だ、信用できないんだけど。そんな、ちごろ、ウーピンパーソ、ウーピンパーソ持ってんね。ウーピンここで切れてるか、ウーピンはないのか、パーソの1枚のみだね、上がれるのこの時。ブエンジさん、リーチタンヤオピンフ、うーん、リーチタンヤオピンフ、あ、ロンした、ウーピン捨てたか。リトシさん、単品ドラドラ見えて弱かねえ、弱かねえの、もう最悪よな、ほんとに。ブエンジさん、三色同順も見える、いいこと何もないんよな。これでハイパイ、最初のハイパイ状況はさ、ホタテさんハイパイいいよね、ホタテこれ。あ、ヨキいいじゃん、ドラありで初揃ってる、もう上がれるじゃん。一番悪いのゆずちゃんかな、ハイパイ悪いの。もう俺ドラ2枚あるけど、そんなに良くないけどね。ゆずちゃんドラもないからね。一番悪いのゆずちゃんじゃない、これハイパイ、うん、これさ早くない、これでさみんなわかる、みんな何を狙ってるかって、このステッスピードでこんなわかる。ブエンジさん、ドラにこだわってると上がれんよ、わら。マジでドラついでって聞くもんな。カン、あ、カンした、
リパシさん、長身がドベになる瞬間をみんな待ちわびている。そんなナイス。そんなことないでしょ。いった。あ、ホタテ揃ってる。パイパイやっぱいいね、ホタテ。あ、ユキドラ2枚持ってる。あ、だけど他はあんま揃ってないって感じだね。ピズちゃんは、あ、揃ってきてるね。ブエンジさん、早送りよろ、わら。え、早送りの方がいいの？さっき誰か言ってたね、こっち？ブエンジさん、4くらいはよ、わら。いやいやいや、ジーニャ。これ見るスピード上げれないんだよね。あ、チーしてる。チーパーキュー。みんな普通に手入れて、あ、ユキ揃ってるね。あ、ゆずちゃんも揃ってる。ブエンジさん、あ、リーチだ。どこの矢印のとこ、矢印のとこ。ブエンジさん、やれば早くなるっしょ。連打するってこと？いやー、これオーラスね。ここでしょ、ここ。多分ここだよね。こうやって連打するとこうなんだよね。変わんなくない？いや、こっちやるか。リトシさん、久しぶりのジャンタマで長身がいつも通りで安心したよ、ほんと。ほんと？ゆず三角さん、早い。早いの？パン。別に連打しててもいいけど、あんま変わんなくない？ゆず三角さん、あ、今大丈夫です。今大丈夫です。これゆずちゃが上がったんだよね、確か。ゆずちゃが余計な上がりするから俺がドベになるんだよ。めっちゃユキがさ、ほら本一なんだよ、もうドラ2枚持ち本一。リパシさん、わらわら。ホタテ3色目指してるね。わらわら、ホタテ3色だね。3色でこのトンナン捨ててだよね。3色狙ってて。ゆず三角さん、初めて上がれたんですって。初めて上がれたからって俺がなんかおめでとうって言うと思わないよ、ゆずちゃん。本当にこれ勝負事だからね。その勝負事に負けてる俺が言うのもなんだけど。これ、え、ドラさん、やば。ローチさん、ロン。意味が分かんない、これ。一番意味が分かんない。ナイス。ナイス。メルさん、こんばんは。ウェンディさん、厳しい配信者だな。ヨシさん、おめでとう。ナイス。ゆず三角さん、わらわら、ホタテは美味しいよさん、この瞬間好き。この瞬間好き。リパシさん、おめでとう。ナイス。ブエンジさん、ナイス。ナイス。ナイスじゃねえよ、マジで。リパシさん、みんなここしか待ちわびていない定期。俺もゆずちゃん、ナイス。生還するつもりがつい口走ってしまったよ。ありがとうございます。ゆずちゃん何してんのつって、ふざけんなよみたいな。よき Z4 さん、ナイス。くすながみ小屋ナイス。リパシさん、6500点っていつものデドバの長身の点数じゃん。ブエンジさん、ショアガリでハネマン、はやば。もうやばいよ、やばいよ。じゃあ4に決まっちゃう。ホタテは美味しいよさん、笑いすぎてちょっと涙出ました。参加します。で、食いたんなしです。食いたんなしでございます。で、ハンチャン戦です。で、ベンジ参加ね。ベンジ参加とヌピピさん参加。5万3800。5万3800。大変ありがとうございました。53800でございます。リパシさん、私忘れないでくれ。私忘れないでくれ。5800で、うん、おっとり、すげえよな。お酒は美味しいよさん、大変ありがとうございました。じゃあ奪ったれ。あ、大変ありがとうございました。楽しかったです。いやー、ほんと、そんな笑うことか、ホタテ。よろしくお願いいたします。行くか。ちょっと待って、初めてる。ベンジ初めてよ。ベンジ、お前言うこと言って挽回しか。ベンジ、あ、これベンジカボだな、多分。ベンジカボだな。あ、ベンジカボだわ、これ。あ、絶対カボだわ、ベンジ。あ、ベンジ絶対カボだわ。俺これベンジには勝てると思う。正直ベンジには勝てると思う。ヌピピさん、どんな感じ？あれ、よろしくお願いいたします。あ、役場で上がってるか、国士か。よろしくお願いします。そうでしょ。これヌピピには勝てそうな気するぞ。ピッパーさ、100番国士。これステータスだけ見るとさ、俺みんなに勝てそうな気すんだよね。これ長身の息子さん、これは絶対に長身さんに負けられない。俺のステータスやばいな。ヌピさん、俺に負けたら引退もんだよ。いけるか、行くか。
よし、みんなぶちのめすわ。リパシさん、うん、私に負けたら引退もんだよ。本当か？みんなぶちのめすからな。これラストだからな。ゆっくりな。ながみ。来た。ありがとう。ホタテありがとう。来た。来た。え、これあドラなんだこれ。これ揃ってない？ある程度揃ってるね。ちゅうか。いや待って待って。下手にスタンプ使わないでこう。とりあえずポンして場を濁そう。よしよしよし。一旦本院目指すか。ピンズの本院目指して。ああ、ここでドイツ引いちゃった。チーパーキューウーロ。やっぱチューン捨てるしかないよね。うん。まあ頭できてポンしてで射の短期待ちしてで射を積もる。オッケーでそれで一発も乗ってバイマン。はい、もうオッケー。ちーこれはなーリーチです。え、ベンジ、え、ベンジ、え、それ読めないって。嘘でしょベンジ。いや長見の息子さん、ボンするけど一発積もうする、それが長見さん。ボンするボンしたらそっかできないか。え、ベンジそれ読めないって。チーチーピンチーピン、オッケー。俺もチーピン捨てる。え、ここでチーピン捨てるの、ローピンだよね。わ、悪いで。ちょっとイラッとするわ、あいつ。あいつイラッとするわ。ローピン捨てるか。ローピン捨てよ。いけるいけるいける。大丈夫、大丈夫、大丈夫。オッケー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 。大丈夫、大丈夫、大丈夫。絶対大丈夫。いいピンもオッケーね。りゃん。殺すって枠出てるわ。はい。アンパイじゃないわ、りゃんピン。いや、もうだけど、アンパイ切るしかないもんな、ここらへん。安牌フロンティア開拓精神で行くしかないから本当に。オッケーオッケー。ピンズがな。トン捨てれるこれ。あ、だけど安出か。これでロンされても安出だよね。所詮いいよ、ロンしていいよ。オッケー。もう安出だよこんなん。自敗に頼る時点で安出よ本当に。ローピン安牌だ。ちょっとベンジのリーチは無視するか。ちょっと手が進まん。無視しないと。リーチはなかったことにするわ、ベンジのリーチは。ちょっと要所で判断ミスりそう。大丈夫大丈夫。ベンジのリーチは無視しよう。もう上がられたらしょうがない。ちょっと手を進めないとさ、まだトン一曲よ。まだ一曲。おい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 、チーソーだよな。チーソーが、チーソーが、え、チーソー危なくない？チーソー危ないよね。ゆず三角さん、わらわら。一旦キューピンで、キューピンだね。キューピン、一旦キューピン、キューピン、キューピン、キューピン。チーソーは無理、チーソーは無理、チーソーは無理、マジでチーソーは無理。オッケーオッケー。ゆず三角さん、大丈夫じゃね。大丈夫か、もう信じるぞ。よし、オッケー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 。よし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 。これでドラ2枚は確保してるから、いいよいいよいいよ。でポンして、オッケー、ポン。長見の息子さん、それに6層でもよかったんじゃないか感がある。スアナスアさん、6層でもよかった。グスナガミウェイ、グスナガミウェイ。パーピン、パーピンか、ウーピン。パーピン、ウーピン、どっちだろう。パーピンの方がいいよね。パーピン、多分パーピンの方がいいよね。いや逆取ってウーピン。え、だけどパーピンだと思うんだよな。上がりにマークつけるか。パーピンは大丈夫よね。ロン。だからさ、ふざけんなよマジでよ。ウーピンもダメじゃねえかよ。ナイスナイス。何なんだよこのゲームは。ナイス。ウーピンもダメじゃねえかよマジでよ。するだこんばんは。ナイス。来てよ。それよ。ナイス。どっちもどっちも悪いじゃねえ、悪いでしょ。ナイス。なんだよマジでよ。
これ何このバグ。ちょっと待って、開けたマジでよ、もういきなり再開じゃねえかよ。だよ、ナガリの息子さん、マジでそもそもキューピンを切るべきじゃなかったってところだよ。キューピン切っちゃダメだったろ。キューピン切るでしょ、大体の人。あーもうダメだわマジで、何もいいことねえわ。うっとり、もう捨て牌が絶望的なんだよ、捨て方が。牌効率がめちゃめちゃ悪いんだよね、きっとそうだよな。自敗捨てない時点でちょっとお察しだけどね。マーク捨てるか、持つか、ちょっと泣きなしにする。3色いける、これ。いけないよな、3色何も揃ってねえもんな。いやー、自敗捨てるとこか、いらないの捨てとこか、整理しよう、一旦片付けとこう、いろんなものを。大丈夫大丈夫、長見の息子さん、私は長見さんのポンからのリーチ一発つもを見てみたい。おい、ひりくはやめろ、ひりくはやめろ。ちょっと待って、またこれどう、あ、キューピース。一応ちょっとずつ形にはなってるけどな、チュン持っときゃよかったな。まあ、だけどここまでチュン持つことないからな。うん、これ無理だよな、無理だよな、この牌はもう上がれそうな気しないもん。マンズ捨てるか、マンズ結構みんな揃ってそうだもんね。長見の息子さん、カンちゃんサンズがかなりエグいのね、やばいね、これでしょ、カンちゃん。まあ、今カンちゃん1個潰したけどね。あ、ここにもカンちゃんある。リーチです。え、ベンジ、ヤンピン、グッド、リッパーさん、グッド送って。数ワン危ないよね、数ワン危ないよね。うん、一旦一発は避けよう。うん、長見の息子さん、4ワン行きましょう。4ワン生きてよ、俺も。ゆず三角さん、わらわら、4ワン生きてよ、イーペイクを狙いたいよ。4ワン行く、いい、多分大丈夫よね、こんなん。オッケー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 